フラサバ草とは、オ箱バコかクワガタ属の植物の一種。ヨーロッパ原産で、日本には外来種として定着している。別名を、ツタバイヌノフグリといい、学名及び英名も同じ意味である。ヨーロッパを原産地とする。日本では、明治初期に、長崎県で初めて確認され、今では全国に帰化している。草丈10から30センチメートルほどの越年草。 薄紫色の小さな花をつける。大犬のふぐりなどより発芽の時期が遅く、火期になっても仕様が残っているのが特徴。小米犬のふぐりと立ち犬のふぐりの中間のような形態を示し、毛が多い。しかし、小米犬のふぐりとは果実に毛がないことから、区別できる。道端などの草地に生え、雑草となっている。和名は、フランスの植物学者である、 フランシェとサバティエの名前を組み合わせたものである。サバチェは、江戸末期から明治にかけて、日本に滞在した医者で、当時新設された横須賀造船所で、フランス人技師や日本の役人の健康管理にあたり、また、近隣住民にも医療を施した。その一方で、植物学者でもあった彼は、熱心に植物採集を行い、標本を本国の友人で、 植物学者のフランシェに送った。この二人は連名で日本植物目録を出し、その中で本種が明治初年に長崎で採集されたことを記録していた。しかしその後日本でこれを採集したものがおらず、一度は誤りであろうと考えられた。ところが、その後、明治44年に田代善太郎が長崎で採集した標本が、 国立科学博物館の奥山春樹が発見し、二人の記録が正しかったと確認されたとして、この二人の名を並べてこの和名を発表したものである。ただし二人の名前を半分に切ってつなぐというのは、なんとも荒っぽい手法と思われ、地下田他編ではこれを、ステレン教とテレスコと比較して論じている。ついでに、サバチェに協力した日本人技師が、 さは一郎だったという名前つながりの奇妙な符号にまで触れている。ABC 岩月秀明、街でよく見かける雑草や野草が、よくわかる本集和システム、2006年11月5日、ISBN4 から798014850。79 P34AB 鶴内高行、小屋忠彦、村山翔子、島野至る、松本修をふらさば草の生育。 開花及び結実に及ぼす温度の影響、大犬のふぐりと対比して、雑草研究第33巻第3号、日本雑草学会、1988年10月31日、185から190ページ、ネイド1100億393万1886。大谷正人、フラサバ層、2012年1月20日閲覧。この段、近田ほか編。 P15 から16ありがとうございます。